洞爺駅の駅弁。あ、豚丼。洞爺を開けてみたいと思います。あ、豚丼とか書いてありますけど、昔洞爺駅は阿豚駅っていう駅名だったんで、阿豚にこう引っ掛けてるっていうかね。今の駅名は洞爺っていうことで、あ、豚丼、洞爺っていうような、ちょっと変わったネーミングですね。分かりにくいですけどね、これね。まあ、これをちょっとね、開けてみたいと思います。では、掛け紙を外して、開けてみたいと思います。こんな感じですね。これ注文するとね、出来たてほやほやの熱々の状態で届けてくれるんですけど、今はね、もう冷えた状態になってます。ちょっと香りを嗅いでみようかな。北海道の豚丼っていうと、炭火焼きのね、十勝のね、豚丼をイメージするんですけど、そういう香りはないので、まあ、洞爺駅の駅弁業者さんならではの豚肉の駅弁になるっていう、そんな感じですね。はい。では、これから味わって食べてみたいと思います。